アルフレド・サイモン・カブレラは、ドミニカ共和国サンティアゴ州サンティアゴデロス・カバリエロス、出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。1999年にフィラデルフィア・フィリーズと契約。当時は、カルロス・カブレラという偽名を用いており、年齢も実際より2年は各偽っていた。2004年になって、プロフィール詐称が発覚。その後、フェリックス・ロドリゲスとのトレードで、 リッキー・レディと共にサンフランシスコ・ジャイアンツに移籍した。2006年のシーズン終了後に FA となった。2007年はフィリーズ参加のトリプル a 級オタワリンクスとテキサス・レンジャーズ参加のトリプル a 級オクラホーマレット・ホークスでプレーした。2008年はロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約を結んだが開幕前に解雇された。その後メキシカンリーグのモンテレー・サルタンズでプレーし、 7勝2敗、防御率2.62という好成績を残した。メキシカンリーグでの活躍が評価され、ボルチモアオリオールズと契約を結んだ。同年9月6日のオークランドアスレチックス戦でメジャーデビュー。2009年はトミー・ジョン手術によりシーズンの大半を棒に振った。2010年の前半戦はクローザーに抜擢され、17、セーブを記録。しかし、 終盤戦は、上原浩治に、クローザーの座を譲った。2011年1月1日、ドミニカ共和国で25歳のいとこを射殺し、17歳の弟も負傷させたとして逮捕される。サイモンは、新年を祝って、空に向かって発砲しただけだと主張したが、約2ヶ月間拘留され、3月3日に200万、ドミニカペソの保釈金で保釈された。 マイナーでの調整を経て、5月21日に制限リストから復帰。オールスター後は先発として起用され、最終成績は4勝9敗、防御率4.90だった。シーズン終了後に改めて、ドミニカ共和国で審理が行われたが、11月8日に、無罪判決を受けた。2012年4月3日に、ウェーバーでシ、新シナキレッツへ移籍した。 2013年は開幕前の3月に第3回ワールドベースボールクラシックのドミニカ共和国代表に選出された。2014年1月17日にレッツと150万ドルの1年契約を結んだ。前半戦にリーグ最多の12勝を挙げた。好成績を残すもオールスターに選出されなかった。しかし7月13日に 同僚のジョニー・クエトの代替選手として選出された。2014年12月11日に、ジョナサン・クロフォード、エウヘニオ・スワレスとのトレードで、デトロイト・タイガースへ移籍した。2015年はタイガースで先発ローテーションに入り、自身初のカンプ勝利を含みかつ2年連続2桁勝利となる13勝を挙げた。しかし、ア・リーグワースト5位の105失点を喫し、 防御率も5.05に終わるなど打ち込まれた。オフの11月2日に FA となった。2016年3月17日にレッツと1年契約を結んだ。この年は右肩痛もあって防御率9.36と散々な成績で9月には手術を受けることになった。オフの11月3日に FA となった。2017年6月6日に 独立リーグアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約。オフはドミニカのウィンターリーグに参加。2018年7月3日にメキシカンリーグのキンタナロータイガースと契約するが8月16日に FA となる。オフは前年に続きドミニカのウィンターリーグに参加。ありがとうございます。